江ノ島型総海艇は、海上自衛隊が保有する、中型総海艇の艦級。ネームシップの建造単価は201億円であった。先行する平島型をもとに、船体構造を生命強化プラスチック製としたものであり、海事総海艇初の FRP 戦となっている。第二次世界大戦まで、機雷とはすなわち、触発式のかかり機雷であり、 これに対する総改艇は、艦隊の前時総改を主任務として比較的高速、重装備の構成の定が主流であった。しかし、対戦後期から朝鮮戦争にかけて、時期音響による艦王嫌いが出現し、食雷を避けるため、1950年代以降、総改艇の建材としては非肘性化可能な木材が採用されるようになった。 しかしその後、木材の高騰と木船建造技術者の減少を受け、総改定の FRP 化が模索されるようになり、1972年には世界初の FRP 総改定としてイギリス海軍のウィルトンが浸水した。欧州各国においては、1950年代に木造総改定を大量建造して以降、これらが老朽化して、 更新を必要とするまで15から20年の空白があったため、次世代総改定の建造体制を事実上一から構築する必要があり、したがって木造亭に工程する必要が薄かったこともあり、1975年前後から収益を開始した戦後、第二世代の総改定は FRP 亭が多く採用されるようになった。 この流れを受けて、防衛庁技術研究本部も、昭和48年度より、強化プラスチック艇に関する研究開発を進めており、1978年にはは、津島型の機関部と、同寸法の船体が試作された。これは、翌年より、静的、動的強度試験に強され、特に大爆試験においては、総海大軍関係者に大きな感銘を与える結果となった。 1982年には、その集大成として、FRP 製の試験艇、トキワが建造された。当初、トキワの運行試験は単なる確認作業であり、昭和59年度前後には、FRP 総改定の建造計画が実現するものと考えられていた。しかしこの未定試験において、当時の技術では、 FRP の構造的連続性に伴う水中放射雑音の大きさという宿命的な問題を克服できないことが明らかになり、この時点では採用は見送られた。なお同線は試験終了後は居住区を拡大するなどの改修を施した上で練習船12号として江田島市の海上自衛隊第一十課学校で運用されており30年に およぶ運用実績を重ねた。しかし2000年前後には、日本においても、木船建造技術者の減少が深刻化し、技術継承面の問題が顕在化してきた。また FRP 艇では、木造艇と比して、約2倍の洗礼が可能であり、木造艇の端緒である岩水により生じる。 重量増加による燃費悪化がないことと合わせてライフサイクルコストの大幅な低減が実現できることから特に禁縮区材成果の情勢からは FRP 艇の採用が望まれるようになった。これに伴い17中規模において建造される4隻の中型総改艇のうち前半2隻は13中規模で建造された木造の平島型の設計で後半2隻は これと同等の能力を有する FRP 制定として建造することとなった。これによって建造されたのが本型である。蒸気の経緯により、本型では船体構造にガラス繊維強化プラスチックを採用している。これにより、本型は開示総会帝発の FRP 線となっている。FRP の構造方式としてはサンドイッチ構造を採用した。 これは FRP としては水中放射雑音低減能力に優れているとされており表皮はガラス繊維およびビニルウェステル樹脂またキーポイントとなる芯材には高密度ポリエンカビニルが採用されたまた成形法としては日本交換が研究してきた真空樹脂ガニ芯製造法が適用されている建造にあたっては まず主戦隊が3ブロックに分けて建造され、これを二次接着によって接合した後、選ローブロックと上部構造物ブロックを搭載するという過程が踏まれている。なお、本型1.2番艦の建造を担当したユニバーサル造船では、ビスビュー級コルベットのような大型 FRP 艦船の建造で知られたスウェーデンのコックムス社からの支援を受けている。 電源系は 16msc と同構成とされており、指揮官としては 60msc 以来の三菱重工業製6ナムシリーズ、肘製ディーゼルエンジンが、また主発電機としては、次期総快電源を兼用する 400kW の発電機4機が搭載される。総快、相当における低速高掃時に補助電気推進装置を使用することや、 定点保持機能も同様である。なお、一番手には、収益後の実海域において、船体強度の健全性を監視するための構造モニタリング装置が装備された。蒸気のような来歴から、本型の大気来戦システムは 16MSC のものを踏襲しており、多い日 -201 総海底情報処理装置を中核に、 低装備の機雷探知機として、ZQS-4 を、機雷処分具と、自公式可変深度ソナーの兼用として S-10、水中高層式機雷相当具を、また相海具として小型係ン相海具1型及び、肝を相海具1型を備えている。ただし、機雷処分用及び自営用の基銃としては、53MSC 以降、 手動照準の JM61M20mm 基銃が用いられてきたが、本型3番艇において、初めて遠隔操作、自動照準式の JM61RMS が導入された。これは、海上保安庁の巡視船に装備されている JM61RFS マーク2と同等の性能を備えている。ありがとうございます。